どうもゴーです。本日はですね、カルディで購入しましたこちら、はい、オリジナルサバカレーのご紹介です。カルディの人気サバ缶シリーズのカレーバージョンです。お値段は税込み308円となってまして、まあね、普通のレトルトカレーよりちょっと高いようですかね。はい、外観はねこんな感じです。カルディらしくてね、おしゃれなパッケージというんですかね、外観になってます。カルディのねホームページ読んでみますと、原料にこだわり国産の大きいサバの太いところだけを使用、独自のスパイスでご飯にかけてもおかずとしても美味しく召し上がれますとのことです。うん、聞いてるだけでね美味しそうですね。それではね、早速開けてみましょう。蓋開けた瞬間ね、めっちゃねスパイスのいい香りがしますね。すごくお腹空いてくる匂いですね。内容量はね 150g となってますが、サバでね締めてるんかと思ったんですが、意外とねカレールーもたっぷり入ってますね。ルーはねスパイスとたっぷりのね煮汁でめっちゃ美味しそうですね。おっと、でっかいな。こちらがねサバの切り身になってます。かなり大きいですね。骨も入ってるみたいなんですけど、よく煮込んでるからね丸ごといけるみたいですね。それではね、こちら温めて食べてみましょう。それでは早速いただきます。おお、柔らかい。めっちゃ柔らかいわ。うん、かなりね本格的なカレーですね。あ、辛っ。サバがねしっかり脂乗ってて、めちゃくちゃ大きいから食べ応えがすごくある。めっちゃ美味しい。うん、スパイスとサバがね相性ぴったりですね。めっちゃ美味しいな。単体でもって言ってたんですけど、絶対ご飯と一緒に食べた方がいいですね。めちゃくちゃ美味しいですよ。うん、骨もほんまに柔らかい。うん、魚の臭みも全然ないんで、めちゃくちゃ食べやすいです。うん、はい、本日はですねカルディで買ったオリジナルサバカレーのご紹介でした。商品のリンクはね概要欄に貼っときますので、またよかったらね覗いてみてください。実はねサバカレー初めて食べたんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったですし、サバはね栄養満点やと言いますしね、皆様もね機会があればぜひお試しください。はい、というわけでですね、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴムビーゴーでした。